皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのトシです。英語が10点から20点の高校受験生を8ヶ月で50点以上取れるようにする動画、今回は疑問詞についてお話します。 When、 It's、 Where、 どこ、 Who、 誰、 Whose、 誰の、 How、 どのように、など特定のことについて質問するとき使う、こういうものを疑問詞と言います。疑問詞は疑問文の最初の部分に置きます。ではどんな風に使うかというのを例を使って4つ説明していきます。括弧1、あなたはいつテニスをしますか。このいつってのを聞いてますよね。いつというのは when ですから、 when do you play tennis、 when do you play tennis、このようになります。括弧2番、彼はどこに住んでいますか。このどこっていうのを聞いているので、どこっていうのは where ですから、 where を文の最初に置いて where does he live、 where does he live、 where does he live、 これで彼はどこに住んでいるんですかという質問の文章ができます。3番、あの少年は誰ですか。これ誰って聞いてますよね。誰は who ですから、 who が一番前に来て who is that boy、 who is that boy、 こうなりますね。4番、これは誰のペンですか。で、所有者を聞いてますね。誰のという、誰のというのは whose ですから、一番前には whose が来て whose pen is this、 whose pen is this、 このようになります。今やったように疑問文の中で聞きたい部分ね、疑問詞で聞きたい部分というのは一番最初に来て、相手にあ、この人は何を聞きたいんだって英語では、ね、すぐ分かるようになっているんですね。今回は疑問詞についてお話ししました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。